え、なんか、奈良香ちゃんと、ニューイニューイも風呂好きなんだっけ。私好きだね、お風呂。なんか、2時3時割と、え、あるっしょ。もうなんか2、3時間入る。一緒だじゃん。長風呂派だ。お風呂でたまにおにぎり食べてたりする。かわいいけど、それは外で食べてもいいんじゃない。何味、ちなみに何味食べるの。気になる何味食べるの。最近はね、シーチキン食べてる。あ、いいね。うまい、シーチキンうまい。本当に住んでるじゃん。いや、風呂じゃないで部屋で食べてくれたのだから。それ、皿で持ってくの。もったいなくて、なんかお風呂でなんかいろいろやりたくなっちゃう。あ、そうか、そういうことか。うん、まあ、2、3時間浸かるし、なんかおにぎり食べるか。みんなと白いのだったらマジでに。ね、なんかするかっつって。そうマジおもろ。さすがに風呂で飯はないな。それはないかもしれない。ないか。エゴサズ。飲み物ぐらいだな、本当に。でもホロライブ風呂嫌いすぎるやろ。でも銭湯とか温泉は好きなんよ。そう家のなんか家のそう自分家の風呂ってなると他にやりたいことあるから、どうしてもなんかめんどくせえなっていう気分が勝っちゃう。シシロに一票。そう、わかる。わかる。同じくーん。やったー。いくぐらいで3時側からさ、賛同の声が聞こえてこないけど。でもヨルミンはそうじゃない。そうよね、私はホロライブ側だから。おい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 だなんでよ。スバンは2時3時派でしょ。そういう意味だったら、うん、マジで交換だぬるめの、うん、レナが来たらホロライブのスバルが2時3時や。交換いや、交換すんなよ。これぐらい引き止めろよ、マジで。トレードって言うな、コメント欄も。風呂でトレード起こった。引き止めろやつ。見送ってるやん。いいやつだった。見送られてるわ、マジで。いいやつだった。いい先輩ペコだったね。ね、もう死んだみたいな言い方やめて。このつながりを深くしてくれてね、ありがたかった。ね、ありがたかった。どういうことやね、まだおるからここに。しぶといな。しぶといな。しぶといか。悪霊退散。悪霊って言うな、悪霊って。ねえ、ジュイジュイいじめられてるマジで。こっちもいいです、まちゃん。ジュイジュイ元気でね。元気でねじゃねえよ。え、なんか交換留学みたいな。あ、でもそういうのとかってないのかね。面白そうだけどね、なんか交換留学。やばいだろ。面白そうだけで決めないで。なんか1ヶ月間だけなんか数人交換みたいな。だけな1ヶ月って。ギリギリに来れねえわ、1ヶ月超えたら。感じにしないでよ。やめてよ。あなたの面白そうで一体何人の人生変わっちゃうの。実現しねえペコだから大丈夫。ペコだよ。いけるな、リスナー大混乱やろ。確かにね。あれ今この人であれ交換留学あいてるところかみたいな。今は2時3時みたいな感じなんだよ。今はじゃねえ。